やってまいりました。教えていただこう宇都宮のお時間でございます。ということで今回は宇都宮市の戸祭エリアにやってきてるわけなんですね。ということで何やらこの辺にも、興味深いポイントが何個かあるみたいなんで、まだ僕の知らない宇都宮のいいとこ、今日はどんなところに出会えるんでしょうか。早速行ってみましょう。さあさあ、この辺はね、閑静な住宅街なんですけれども、これすごい階段ですよねこの辺で部活動をね、学生時代やってた人はみんなここでトレーニングさせられたんでしょ。宇都宮のスポーツマンの足腰を作ってきたこの階段、挑戦してみたいと思いますが、懐かしいカメラさん、ちょっと一回、うわ、もう結構高いっすよ、ほら。ちょっとね、高いとこから街を見下ろして、あー、いい景色になってきた、はあ、やったぞ、よし、よし、いやー、つい、あれ工事してんじゃん宇都宮市水道戸祭排水場。まーさん、ご安心ください。見学させてもらえるようにちゃんと事前にお願いしておきましたよ。江連さん、よろしくお願いします。これでしょ。そうですね、これ江連さん気になってたんですよ。気になってましたか。ここは戸祭り排水場という施設になります。戸祭り排水場、はい、あの文字の通り水を配る施設になっているんです。この中にお水がガーッと溜まってるんですか。そうです、ビルでいうと10階建てぐらいに相当します。10階建てのビルにお水がボワッと溜まってるような、はい、水を溜める施設は他にも。なんか歴史を感じる。こちら一番古い施設で、はい、1916年大正5年から使われている排水池になります。大正5年、はい、レンガ造りになっていて、はい、土木遺産と国の登録有形文化財に指定されている。すごい、こう中覗けるようにしてますので、どうぞご覧ください。あ、いいですか、ありがとうございます。あら、ちょっと待ってると、あ、なんかふわーって音が。ちょうどこれ真ん中が今水面でこう反射して、これはすごいな。ここに溜まったお水が市内に流れていってるんですね。さあ、そんな排水場であるものを見つけました。水道、あの水道ありますよ。ありますよね、はいはい、私ね、江連さん今日はね、はい、ここに来れると伺ってですね、こちらを持ってまいりましたちゃんとコップ持参なんですね。一応これはあの管理用で、はい、あの職員なんかもあの点検の時にはあの異常がないかとか、なるほど、はい、そういったのにも使われるので。いただきます。あー、出ました出ました。あー、はい、この分減ったわけですね。そうですね、その分減りましたね今ということですね。ちょっといただきます。はい、どうぞ、はい、息の上ですねどうですか。冷たい。冷たいですか。すっごい冷たい。こちらの水なんですけれども、鬼怒川を水源として松田新田浄水場で作られてここまで送られてきてるんです。高くなってる理由ってあるんですか。こちらで先ほど言った排水場というのは水を配るための施設なので、はい、あの安定した水圧で水を届けなければなりません。こっちに水届けるけど高いお家もあるから、はい、そうですそうです、上まで落としてあーんってやるとここ上がるわけね。はい、そのために高架水槽というもので水圧を保ってるわけですね。特別に中も見学させてもらいましょう。今我々がいるのはこの下の層、はいはい、この天井の上から水が溜まっていて、それが約30メートル分。30メートルってすごい重みですよね。そうですね。大丈夫なんですか。大丈夫です。あのそういう地震にも強い構造で作られているので、あの災害時にここがあの応急給水所と呼ばれる施設にあの生まれ変わることによって、市内 の, あの中心部の方に7日間分の水を間違いなく供給できるように、常にその水の水量だけは管理してくれます。なるほど、はい。水量や水に含まれる塩素濃度などは排水管理センターで集中管理されています。うん、やっぱり登ってみたくなりますよね。登ってる横にはお水が溜まってる。はい、その通りです。うわ、きついあ、いやー、やっと来た。あー、ここは、うわー、ここが高架水槽の屋上になります。すごい、ちょっとした展望台でしょこれ、はい、こんな高いところからこう水圧といいますか
行ってるからこそ遠くまで水が届くし、そういうことですね、遠くの高台でも水が上がれる、はい、なんかちょっと考えたことあんまりなかったことをいっぱい考える、はい、日になりました。そうですか、はい、それならば良かったです。はい、だしなんか何気ないことに感謝しちゃいますね、はいはい、美味しくお水をこれからも飲んでください。いやいやいや、ありがとうございます。縁の下の力持ちというわけですね。いや、穏やかな日差しですね。競輪場通りにやってまいりましたということで、いや排水場面白かったですね。ということでですね、なんか何でもこちらになんかすごく自然豊かな場所があると聞いてきましたね。ちょっとこの辺かな、ちょっと行ってみましょう。道の先にはこちらの建物、そうここは戸祭山緑地、宇都宮のど真ん中にある貴重な里山。というわけで保全活動に取り組むレッドパインの皆さんと戸祭山緑地を散策。住宅地からちょっと入ったところにね、ですね、ものもあるんですね。宇都宮市の真ん中にいるとは思えないですね、今。ね、すごくいい。ちょっと時間あったら来れる山ですね、これ。ちょっと今見ていただくと、黄色い目印があります、ね。ああ、黄色い。あ、あれお花じゃなくて目印？あれはあの5月に金蘭が出る場所に打ってあるんです。金蘭。金蘭です。へえ。金蘭、銀蘭。この谷間にいっぱい出てくるんですよ。それでちょっとこれで保護してもらって。なるほど、人が入って踏んじゃわないように皆様が守ってるんだ。レッドパインの皆さんは笹やぶを刈り払ったり落ち葉さらいをしたりして緑地を管理しています。生き物をモニタリングして保護活動なども行っているんです。会長ものすごい早いですけど、会長さんおいくつなんですか？90歳です。90歳、うわー、戸祭山のレジェンドです。戸祭山のレジェンドの背中見て、会長、会長90歳なんです。90歳、もう91だっけ。 お元気ですね。あ、これが池ですか？そう、これはあの山椒が産卵しやすいように、はい、水を溜まるようにしてあるんですね。東京山椒魚？2月からね、3月いっぱいぐらいが産卵時期なんですね、はい、あ、じゃあちょうどこれからぐらいですね。そうですね。いやー、素晴らしい環境がね残って、しかも皆様がお手をね入れてボランティアでやっていただいてるから残ってると。人が回りきれないんですけど、ね、いやいや、で十分やることはいっぱいあるんですけども、はい、昭和小学校とか戸祭小学校のあのコミュニティセンターのなんかの方親子でね、あのいろいろあの勉強にしてあの来ていただいております。そういうあの子どもさん方がね大きくなれば山の緑っていうものはどんなに大事なものかということをね、はい、体験してもらえると思います。さあ今日は戸祭エリアを散歩してまいりましたが、いや楽しかったですね。これ結構知らない人もまだいると思いますんでね、ぜひ一回お散歩に、この山をくるっと回ってくるだけでもなんかすごく違う世界に迷い込んだようなね、すごくいい時間が過ごせました。春とかねなるとお花もいろいろ咲いて四季折々楽しいということなので、これはいいとこ見つけちゃいましたね。それではまた次回、宇都宮のいいとこでお会いしましょう。